モップオブヘッドは2006年に結成された日本のバンド。ブレイクビーツ、ダブステップ、ドラムンベース、ハウスなどのクラブミュージックを生演奏で表現するロックバンドとして成長。人間が限界の状況で奏でるループが生み出す歪み、そこから生まれる快感を追求すべく、ライブでは同期系機材やループを一切使用しないスタイルをとっている。二千六年ジョージが 中学生の時に抱いた夢を具現化したバンド、モップ・オブ・ヘッド。中学の時に、現在のメンバーである作の前任ドラマーを、高校の時に、ギターの、たくまき口を、そして、大学の時に、ベースの瞳倉持ちを誘い、6年に正式に結成。2009年8月21日に、モップ・オブ・ヘッド・ EP をにライブハウス会場発売。2011年7月6日に、 ファーストアルバムリートラーニックスを発売2012年5月9日にタワーレコード限定でアンコントロール2013年5月23日セカンドアルバムブレイキングアウトベーシスを発売2016年7月20日初のボーカルミニアルバムアンドタッチユーを発売ありがとうございます